皆さんこんにちは、まなみです。今車に乗っているんですけど、今日はこれから日光に行って2泊3日するので Vlog を撮影していきたいと思います。ということでこんな感じで行きます。今日すごい混んでるみたいで、あと2時間半の道のりなんですけど、今12時7分で着くのは2時半過ぎになるみたいです。部屋に着きました。こちらがバスルームかな、のシャワーがあって、洗面所で、トイレがこちらにあります。こんな感じになっています。結構広くてこんな感じですね。またのお芝居にとってはこちらなんですけど、いろいろがあります。すごいね、和雰囲気が素敵な宿なので、一泊だけなんですけど今日一日楽しみたいと思います。シャレで、なんか改造されたみたいで、すごいね、綺麗なんですよ。トンボがすごいいるんですけれども、自然豊かで素敵なところです。歴史書もあります。このタンスは明治時代のタンスだそうです。ただいま6時11分なんですけど、食事の準備ができてますよっていう電話がかかってきたので、ご飯を食べに行きたいと思います。全然お腹が空いていないんですけど、ビュッフェだそうなので、どんな食事があるのか見に行こうと思います。霜疲れ。晩ご飯を食べて部屋に戻ってきました。お布団が敷いてあります。今7時前なので、ちょっと休憩してからお風呂に行って、帰ってきて寝ようと思います。浴衣を着てバスグッズを持ってお風呂に行ってきます。おはようございます。今日は2日目なんですけど、これから朝ごはんを食べに行こうと思います。こうやってくるくるって回す、回しても大丈夫やね。うおー、そうそうそう面白い、うん、これを、え、どうやって必ず1、2、3、4とか、どこまで回すの、ここまで回すの、そう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 、そこをやって、うん、1、2、へー面白い。今の時刻は9時40分なんですけど、10時チェックアウトなので、これからチェックアウトをして、今日は本家バンキューに泊まるんですけど、それまで時間を潰しに行きたいと思います。すごいいいお部屋でした。はい、上もすごい、あ、本当だ。無事にチェックアウトをして車に乗り込んだんですけど、これから両生類研究所に行くそうです。メロディーロード、 100m 先だったよ。
両生類博物館研究所に来ました。はい、行きましょう。わあ、こんな大きいんだ。出てきた。ミリタイガーサラマンダー。おお、どれ。部屋に着いたので軽くルームツアーをしていこうと思います。こんな感じになっていて、冷蔵庫がありますね。右側に行くと洗面所があって、でお手洗いがあります。洋式です。あとはこちらは何でしょう。あ、お風呂です。はい、こちらはトイレ用ですかね。手を洗う場所があって、お部屋はこんな感じです。お菓子が置いてあります。あとテレビがあって、こちらが鏡ですかね。でここがクローゼットで浴衣が入っています。あとタオルとかもありますね。ここは何でしょう。金庫です。もう一つお部屋があるんですけど、こちらはマッサージチェアがあって、飾りとかも置いてあって、でここにテーブルとソファーなどがあります。このお部屋は露天風呂付きなんですけど、右側のお部屋から出てここにお風呂があるそうです。でこの橋がカズラ橋というそうなんですけど、ここを渡って夕食を食べに行くそうなので、また後で撮影します。ちょっとお風呂に行ってみますね。まあ素敵。うわー、で川も見ながらお風呂に入れるということで、いやいいですね。ここシャワーもついているので、うわー、入るのが楽しみです。じゃあこっち、うん、開けてみる、うん、洗面所の水道水は飲料水としてご利用いただけます。なるほど、ありがとうございます。すごい座布団じゃない。ふかふか座布団。これに座るの。そうだよ。ふかふか座布団。わー
お風呂から上がって浴衣に着替えました。結構自然豊かで、アリも大きかったですし、1センチぐらいあったよね。もっと、ね、先ほどお見せしたカズラ橋は猿が渡っていたりするそうです。あと鳥も見えたりするそうなので、ちょっと晴れていたらいろんな動物が見れたかなと思うんですけど、結構雨が強いので今日は見れないかもしれませんが、明日を楽しみにしたいと思います。明日も雨、大雨だよ。お、なんだ、天井が、そうそうそうだよ、へぇ、の絵だ。おお、なるほど。今6時前なんですけれども、これから晩ご飯を食べに行きます。マナマナ、うん、わあすごい。あ、ちょっとでも濁ってるかな、雨で。ねえ、あ、結構揺れるかも。兄がうわうわ言ってるのが聞こえます。素敵、よいしょ、すごい、すごい。どぶろくはどれで飲むの？もうこれさっき、でもこれだけなの、胃もたれしないようにスプーンで混ぜて、これから、うん、はい、いただきましょう。全然苦くない、うん、ジュース、ありがと晩ご飯を食べ終わって部屋に戻ってきました。日中布団が敷いてあるんですけれども、こちらに移動してもいいですかね。布団を移動します。皆さんおはようございます。本日最終日なんですけれども、今日は本気満球の朝ごはんを食べに行きたいと思います。外なんですけれども、かなり雨が降っていて、あ、ちょっと見えないですね。結構土砂降りっていう感じなんですけれども、これから曇りになるみたいなんですが、後で道中も撮ります。
はい、ということで朝ごはんを食べに行きましょう。これからまたお風呂に入ります。お風呂から上がってきました。これからとある企業に出す原稿を書かなくてはいけないので、集中して頑張りたいと思います。今日提出しないといけないので急いで書きます。今原稿を書き終わったので、これからパッキングをします。今湯葉を買いに来たんですけど、結構待ったんですがお店の人がいらっしゃらなくて買えなかったので残念なんですけど、もう出発しようと思います。喉が渇いたのでどこかで飲み物を買いたいんですが、どこにあるかわからないので帰り道で探します。ここに湯葉がないか再挑戦します。湯葉まんじゅう、温泉まんじゅう。今揚げ湯葉まんじゅうを買いに来て、で湯葉も買いました。ちょっと保冷剤で包んでいただいたので見えないんですけど、生湯葉を2個セットのものを1つと揚げ湯葉まんじゅうを6個入りを購入したので、こちらですね、これを後で食べようと思います。